8月3日、気温が 33.1、湿度 66%、 室温が 21.8 で、湿度 53% ですね。まあここの中は、はい、エアコンがきっちり、動いているので、涼しいですが、外はまた今日も30度を超えております。まあ30度ぐらいだと、まあ、そんなにあれですよね、暑いって感じじゃもうないですね。まあ、昨日も焙煎やってた時はあれですからね、38度前後まではありましたから、まあそれと比べりゃ33度はまあまあどってことないって感じですかね。はい、時の魔法使いです、今日のコーヒーは。そして今日の格言、この辺なんか前にもなんか考えたっぽい気がしますよね。もうこの辺は、アイデアは見切り発車である。大体格言、適当に大体ギリギリで考えるんですけど、毎回、まずは魔法です。今日ストップウォッチ忘れましたね。持ってきましょうかね。格言、まあいろいろ考えるんですけど、格言考えるっていうのは大体なんかこう行動した時にそうこうだよなとかこうだよなっていうふうに思いついたことを書いてるだけなんですよね。だから、今回の例えば見切り発車でもそうですけど、まあとりあえずなんか実験っていうのを やりながら考えて、新しいアイデアをこう見つけていくみたいな感じになるわけですよ。だから最初から全てのことが分かってて、物事やってることがほとんどなく、ほとんどのことがまあやりながら考えるっていう部分でいうと本当見切り発車なんですね。でちょうど、この前というかこの何日か前に、紅茶のことをやってたんですけど、でその時に、時間を、動画に表示するっていうのをわざわざ探したんですね。探したというのはどういうことかというと、単なるこう動画を撮影するということをだけではなくて、そこに、ストップウォッチを、表示させるっちゅうことをちょっとやりたいなということで、でまあそういうのは当然ソフトであるわけですよ、あるわけですよっていうよりは見つけたわけですよね。で見つけてそれを使うともっと面白い絵になるなとかいう風になっていくわけですよ。だからある意味そういう風に最初はただ単に、紅茶の立て方を、動画撮ってたんですけど、それを、ちょっと、2764.7g ですね。まあちょっと太めの、って感じですかね。まあ大体こういう風になる時っていうのはちょっとコナンの膨らみが悪い時に
ちょっと太めになりますよね。というよりも、まあ、膨らむように、あのものすごい新鮮なコーヒーってお湯を差すと膨らむんですけど、膨らむっていうことはお湯を多く差すともっと膨らんじゃうんですね。だからその分だけ調整して、少なめのお湯をかける傾向があるんですけど、どちらかっていうとこう、まあたまたまこの時の魔法使い、まあ今回、やってる豆自体はそこまでの膨らみがなかったんで、まあその分だけちょっと、お湯が太くなったなというのがあると思うんですね。ちょっとこういうふうにやっていくと、例えば新鮮なコーヒーの時は意図的に考えずに、こうする、ちょっと古いコーヒーはこうするっていうのがだんだん見えてくると、傾向っていうのは分かってきますよね。ただそういうふうに考えると、今回のストップウォッチで、測定するとかいうのは結構、いい勉強になるなというふうにはちょっと今思いました。つまり、どんな人であっても、例えばコーヒーの鮮度とかなんかが全て同じわけではないわけですよ。例えばコーヒー屋っていうのは当然、まあうちで大体600キロぐらい、まあ、焙煎してるんですけど、全てが均等に、動いてるわけではなく、すごく動く豆とそうでない豆といろいろあるんで、豆の鮮度っていうのはその時その時で、バラバラなわけですよね。そのバラバラなコーヒーをこう立てる時に、当然意識的にはコーヒーの抽出っていうのは基本があるんで、その基本を、考えて、まあ、コーヒーは抽出してるんですけど、その時に例えばものすごく膨らんでくるコーヒーの場合のお湯の差し方と、そうでない、ちょっと古くなったコーヒーのお湯の差し方って、変わるわけですよ。それは、湯量を変えようとかいう意図ではなく、コーヒーの粉の膨らみ方によって調整するわけですよね、湯量をね。それが、無意識でやってるわけですよ、本来は。で、本来無意識でやってることって結局他の人に伝えるときが、難しいわけですよ。ゼロ。なんで他の人に伝えるのが難しいかっていうと、結局は意識してないから、実際に自分がお湯をそこで太く刺しているのか細く刺しているのかが、意識的ではない。例えば僕なんかでも今ふとそういう傾向があるのかもと思ったのは何でかっていうと、結局は自分はそこまで意識はしていないけど、コーヒーの粉が膨らむときと膨らまないときと確かにお湯の差し方変えるよなということは、他の人に、伝えるっていうときには、新鮮なコーヒーの場合はこうなりますよ、ちょっと豆が古い場合はこうなりますよっていうことを言ってあげないと意識的にやれないわけですよ。無意識でできる人は別段そんなもんは必要ないかもしれないけど、コーヒーを勉強しようという人はその段階では、そこの域には達してないわけだから、それを、教えてあげる方がやっぱり、正しいんですよね、というのを、今発見しましたね。コーヒーっていうのは、まあ、なんだかんだ言ってもこういう発見がいろいろあって、まあ、面白いは面白いですよね。まあ、そう言いながら、水を追加するときにストップウォッチを止めるのを忘れたっていうのはちょっと自分でもしまったなと思いましたけど、まあ、例えば棒なんかがこのお湯を刺すっていう、まあ、松屋式でお湯を刺す場合はひたひたというのを大体、見ているわけなんですよね。
で、ひたひたを見ているっていうことは、結局、ひたひたな状態、まあ、ある意味水位がこのぐらいっていうのが頭の中にあって、その、状態を、再現してるわけなんですよ。あと、その状態で、やってるわけだから、例えば粉が細かいとか豆が古いとかいろいろなことでそのひたひたになる、油量って変化するわけですよね。そうするとそれを変化するのをもしもきっちり調べていこうと思うと一番いいのはやっぱりストップウォッチと測りですよね。下に置かれた測りで、コーヒープロじゃあコーヒープロじゃない、タイムモアプロという、まあ、測りがあってあれが流量計がついてるわけですけど流量計を見てしまうと人間は意識的にそれを、合わせようとするとか、こういうもんであるって言ってまあある意味、そこに持ってこうとすると思うんですよね。つまり、例えば1秒間に、4cc という例えば数値を、頭の中で描いていたとしたらその 4cc に、持ってこうとしてしまうと思うんですね。その 4cc 持っていくっていうのは本来は、例えば鮮度がこういう条件の場合はこれが正しいけど鮮度が例えば古いとか粉の粒度が違うとか、まあ、粉の粒度が例えば細かいとかあと粉の粒度分布が違うという場合ですよね。そうすると本来で言うとダメなわけですよ。つまりどういうことかというとそういう流動分布が変化しているってことは当然お湯の通りが違うわけですよね。お湯の通りが悪かったりするわけなんですよ。お湯の通りが悪かったら本来だったらお湯の、かけ方って変化して当たり前なんですけど人間って数字が見えるとどうしても、それに合わせようとする傾向があるんですね。つまり、流量が目に見えると人に説得するときには楽なんですけど、流量が目に見えると何をやってしまうかというと人は それを合わせようとしちゃってですね本来は、やるべきことってそこじゃないんですよ。つまり、実際にはこう試して自分が今やったのはこの流量なんだって後で知る方がいいんですよね。つまり、そこに、無意識で、流量を自分が調節するわけだからところがそれがないと、目で目視して流量を見てその流量に合わせることが正しいんだと錯覚してしまうと思うので、そこら辺が問題になるんじゃないかなという気はちょっと今しました。ということでコーヒープロじゃなくてタイムモアプロに関しては、そこのとこは知ってて、それを利用するのはいいですけど、知らなくてそれを利用すると危険が伴うなというのはちょっと今思いましたね。
あとオークション。オークションの断熱サーバー、入札されてたみたいなんで、はい、あれですね、お金が振り込まれたら送るという感じになっております。あとこのドリップバックホルダー、コーヒー問屋さんのドリップバックホルダーは、まあ作り手として出来がいいです、商品として出来がいいかどうかは微妙ですけど、作りとして出来がいいので、良ければですね、それを、オークションで、入札していただきたいと思います。はい、ということで今日はここまでにします。